はい、どうも皆さんこんにちは、生ない男です。はい、本日はですね、こちらに来ております。はい、うなぎ屋さん、一の屋さんですね、川越にございます。いや、超高級料理屋さんなんですよ。店舗3年創業、やばいですね。店の前の道がこんな感じになっております。あのね、X で知り合った、方とちょっとお食事させてもらって、とある企業側の方だったんで、ここ行きつけだから行こうよ。ご飯おごってあげるからっていう形で、ちょっと行かせていただいたんですけど、参った。参ったよ。すげえ高級料亭なんだもん。その申し訳ないからって言って、いくらか払ったけど、でも非常にいいところでした。よし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 。よしよしよし。ね、これ見て。これやばいでしょ、値段。蒲焼きコースで8000円って何？これすごいよ。普通にね、お料理、お刺身系とか揚げ物系、天ぷら系とかもね、ございます。やっぱりね、知り合いの方とお食事させてもらってるんで、ビール、乾杯させていただいて、久しぶりにね、お酒を飲むという。形を取らせていただきました。で、今回からですね、ちょっと申し訳ないんですけども、この後付けナレーションね、有線マイクで撮ろうかなと思いました。ワイヤレスマイク持ってるんですけども、有線マイクの方が非常にね、音を拾いやすいので、小声でね、こうやってナレーションしててもね、声を拾ってくれるので、隣のね、アパートの隣の人に迷惑がかからないということでね、超小声で喋ってますけども、多分これね、はっきりと声が拾ってると思います。はい、外はね、もう線があると邪魔なんで、ワイヤレスマイクで撮らせていただいて、原因を上げさせていただいて、配信させていただこうかなと思います。それではですね、できるまで待ちましょう。いやー、でもね、私の中ではね、会いたかった人の一人です。今年中に私、X の方で、掲げているんですけども、6人の方、6組って言った方がいいのかな。会うことを目標にね、掲げております。はい、そのうちの一人だったんですけども、そのうちの、企業家さんって言った方がいいのかな、の方でした。やはりですね、成功者は違いますよね。言葉遣いがめちゃめちゃうまい。びっくりした。話しやすいっていうのもあるんですけどね。ただこの6人はね、非常にね、礼儀のしっかりしてる方たちで、しかも、話がある程度、合うんじゃないかなっていうことでね、私のね、会いたい6人のうちの、1人に本日、会いに行ったといった形でございます。で、こちらの動画に関しましては、川越なんですけども、編集がね、滞ってて申し訳ないんですけども、新チャンネル、Vlog の方でね、動画上げさせていただきたいと思いますので、もしよろしかったらね、そちらも見ていただくと非常にありがたいと思います。はい、で、こちら届きましたね。じゃあね、お相手さんがね、よくここに行きつけだったんですけども、よく食べてたという、うな重のね、二段重でございます。二段重って言ってる時点で、相当高級なんだけどさ。いや、もうびっくりしたな、本当に。味の感想なんかはね、後ほど、感想述べさせていただくんですけど、やばい、クオリティがやばい、一言で言うと。もう次、食べれるのかなっていうぐらい。ほんと一食の思い出になった。すごかったです。で、お相手さんがね、食べたのはね、二段重食べちゃったからなーって言って、暇つぶし、ひつまぶしをね、頼んでおりました。そう、ひつまぶしも結構美味しそうだったんでね。ということで、いただきまーす。はい、見てこれ。これ見て。なんかの芸人で言ってたよね。そういうの。見てこれ。あれか、テレビショッピングか。包丁の CM のやつだ。テレビショッピングのやつだ。見てこれっていうね。いやー、すごい。うなぎにもね、階級があるんですよ。名前読み方忘れちゃったな。黄金のうなぎと、白うなぎと、普通のね、黒いうなぎあるんですけど、
これ白うなぎじゃないのかな、多分。相当うまい。どうやってこの油を落とさないように炭火で焼いてるのかわからない。めちゃめちゃうまいです。しかもやっぱ丁寧だよね。骨が一つもない、小骨も一つも残ってない、味もすごい染みついてるし、いや、まあ、これちょっとね、参った、うん、本当にありがとうございます。あの、一生の思い出にさせていただきます。でね、あとはね、フグの天ぷらとか食べさせていただいたんですけども、フグもね、生まれて2回目ぐらいだった気がするんだよな。子供の時にね、私の父親が働いてた、まあ、知り合いの社長さんのパーティーかなんかで、一回子供の6歳ぐらいの時に食べたかなぐらいの。うん、そんな感じだったんだけど。まあ、もうこれもううまいね。やっぱさすが、店舗3年創業。やばい。で、びっくりしたのが、電波入んないんですよ。携帯の。まあ、他のキャリアだったら入ると思うんだけど、楽天はね、入んなかった。これで、ね、多分ね、その電波の強度の問題だと思うんだけど、建物の作りが、多分これ、要は木造じゃなくて、土というか泥というかさ、それを塗ってあるんだろうね。壁に。うん、それで、電波が届きにくい状況になってたっぽいです。お相手の方もドコモを使ったんですけど、ドコモもあんまりね、電波よろしくなかった。届いてたけどね。うん。あ、びっくりしたね、これ。だからもしかしたら本当に隠れ家的になんか、ねえ、裏の政治家の人とか、芸能人の人とか、連絡とかハッキングを全くされないようになってる、作りになってるのかなとか、いろいろね、こう頭の中で想像しながら、うん、食べてました。で、先ほど旅、Vlog。アップするって言ってたんですけども、まあね、川越のね、生まれて初めて知ったんですよ。川越駅までは歩いたことあったんだけど、その古き街並みっていうのを場所知らなくて、初めて、まあこちらのお相手の方にね、紹介してもらって、っていう、あ、こういう通りがあるんだっていうのも生まれて初めて知ったし、あとね、時の鐘行ったりとか、あとなんか、自分、ミッフィーが一番好きなんだけど。男らしくない発言しちゃうけどさ。うん。で、ミッフィーちゃんのお店とかもあるんですよね。うん。まあ、そちらもね、一瞬だけど、まあ、そちらの動画にね、いずれ上げさせていただこう。1ヶ月ぐらいかな。うん。上げさせていただこうかなとは思ってるんですけども。いやー、すごい。なんかやっぱね、川越ね、好きになった。これで、ね。もっと好きになった。うん、はい、ということでごちそうさまでした。まあ、この後はね、お食事会なんでゆっくりね、こう喋りながら、まあ、つまみをつまみながらっていう感じでね、話させていただいたんですけども、いや、非常にね、奥深いうなぎの味で、柔ら、多分ね、今まで食べたうなぎの中で一番柔らかいと思う。こんな脂身が乗ってるのに味がしっかりしてんだって。自分静岡の出身なんで、まあうなぎ有名なんですけども、ね、そんなに高いのは食べたことないし、うん、安いうなぎばっかり食べてきたけども、やっぱりそれと比較しちゃうと申し訳ないけどさ、でもやっぱり段違いだった。すっげーうまい。ここすげー。ね、一生に一度でいいから、みんなね、行ってほしいです。はい、もうね、そのぐらいね、こう、やっぱ料金も高いけど、うん、一生の一度の思い出にね、うん、こういうところ行くのもいいかなーなんて、うん、思えたりもしました、うん。非常に美味しかったです。ありがとうございました。はい、ということでですね、一の屋さん、ありがとうございました。もう喋りすぎちゃってね、外が夜になっちゃってるんですけどね。うん。まあね、この後もね、もう一軒行かせていただきました。まあ、今度はね、簡単なお店なんですけど、まあそちらもね、この次のね、動画で配信させていただこうと思います。はい。それではですね、川越の隠れた名店、こちら紹介させていただきました。
もしよろしかったら次の川越駅の隠れた名店でもお会いできることを楽しみに願っております。それではですね、本日の動画以上にさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。